純道丸を描いた、西木海上安全万大移住、川辺共済が、純道丸は、幕末に、江戸幕府が保有した、蒸気船。元イギリス商船、ジンギー前身の、ジンギーは1861年に、イギリスで建造された、蒸気船である。洋目は、全長約77メートル、幅約8.6メートル、深さ約5.1メートルで、 排水量405トン。船体は鉄製。推進方式は外輪式で360馬力の蒸気機関、煙突2本を有した。武装は大砲1から2門とわずかだった。乗員数は不明であるが、後に幕府海軍で運用時の水日滝夫は65人で、これに士官が加わる。翌1862年。 西洋式海軍の整備を進める江戸幕府によって、大金15万ドルで購入され、横浜で引き渡された。船名も、旧戦名に似せた音の、純道丸へと解明された。当初は軍艦に分類されたものの、武装が貧弱なので運送船に類別変更されて、使用された。新衛船として、物資輸送の他幕府交換を載せることもあり、 1863年1月23日に、勝海舟の式で、品川を発した船は、政治総裁職、松平春学や、幕府目付の杉浦昌一郎らを乗せ、兵庫を経て、29日に、大阪に着いた。同年6月9日には、上位実行に備えた将軍の徳川家持による、石灰の防御状況視察に使用された。その2日後には、 かつ回の案内で、姉賀工事ーチ一行120人をも乗船した。姉賀工事は乗船体験などから、従来の急進的な早く上異論を変えたとも言われ、それが、姉賀工事の暗殺につながったとの見方もある。母親戦争では、旧幕府方の一席として行動し、多量の軍需物資や兵員を輸送した。新潟方面の奥上えつれ同盟への、 支援用として派遣され、函館から新潟港へ軍需物資を運搬したが、その後1868年7月13日に寺泊に停泊中に新政府軍艦隊の攻撃を受けて損傷、自爆した。残骸のうち外輪のシャフトが引き上げられて現存、長岡市で展示されている。ありがとうございます。